はい、どうも皆さんこんばんは。 WD20 セリスタジオでございます。本日はですね、私こちらやってきました、東京ディズニーシー。はい、こちら東京ディズニーシーの方にやってきているわけなんですけども、今回皆さんにお届けいたしますのが、メインではですね、マブーズバザールの新ゲームチャレンジをですね、攻略していきたいなと思います。さらには今現在の東京ディズニーシーの様子をですね、皆さんにお伝えしていこうかなと思っておりますので、こちらどうぞお楽しみください。はい、こちらに見えております、こちら東京ディズニーシーにあるサワリンファンタスティックフライトでございます。2019年にオープンしたこちらのアトラクションなんですが、今現在スタンバイパスの運行をしております。あと時間何時までかわからないんですけど、朝昼の時間ぐらいまでかな、こちらの方はスタンバイパス運行しておりました。さらにはトイストーリーマニアに関しては、朝からね、普通にスタンバイで並べるというわけで、スタンバイパスアントリーエントリー受付の方は運行しておりませんでしたので、ご参考までにどうぞ。さらにはですね、ショーだったりとか、あとキャラクターグリーティングに関してはビッグ&ビートスペシャルトリート、こちらエントリー受付対象。さらにはキャラクターグリーティングはですね、一つだけドクターズストレージでやっております。チップとデールとかが、ね、出てるこちらのキャラクターグリーティングが昼過ぎ2時ぐらいまでエントリー受付の対象となっておりました。無事私当たったのでですね、昼ぐらいにまたこちらのグリーティング行ってまいりたいなと思います。こういうのどかな東京ディズニーシーってやっぱり本当にいいですよね。人がね、やっぱり混んでる東京ディズニーシーもね、まあ賑わってるのもいいんですけど、人がちょっと少ない、東京ディズニーシーはですね、本当に、過ごしやすくて雰囲気もね非常にいいので、やっぱりねこういう日行っていただいた方がいいかなと思います。非常におすすめの東京ディズニーシーの様子でございます。はい、今ですね、アブーズバザールの方に向かっているところになります。今のところ5月はですね、ファンタジーランドフォレストシアター含めて無敗でございます。なんと、3回中3回当たったというわけで、やはりですね、緊急事態宣言中の、5000人のパークに関しては非常に、当たりやすいと、おそらく8割くらい当たるんじゃないかなという計算で、私ね、ツイッターの方でやらせていただいたんですけども、という感じなので当たりやすい、現状ではあります。おそらく6月もね、このまま継続していく可能性がありますので、皆さん頑張って当てていきましょう。それではですね、こちら到着いたしました、アブーズバザールになっております。こちらの方で今からですね、ゲームの方やっていきたいなと思います。こちらのアブーズバザールで、アブーのボールチャレンジというゲームが行われております。1回700円でこちらのボールを投げて転がしていってですね、穴に入って成功したらフィギュアがもらえるというゲームです。失敗してもピンバッジがもらえるようなゲームになっておりますので、ご安心を。それではやっていきます。はい、それではやっていきます。こちらアブーズバザールのボールチャレンジ、これは結構台を調整するのが、皆さんからこんにちは、アブーのボールチャレンジにお越しいただきありがとうございます。それからゲームの説明を行います。ボールは全部で4球です。そのうち1球でも1つのボールを狙いを定めます。はい、これでちょっと狙いを定めます。個人的になんか右側ちょっと狙うのがいいなと思ったので、右側狙わせていただきます。でこの台の上にボールをこう乗っけて転がしてこっちまで落とすっていう、そういうゲームになっております。こちらボール来ましたね。はい、で意外とここから転がしがちなので、この辺で多分やるといいんじゃないかなと思います。意外と下の方から転がった、勢いがなかったので、もう少し上からですね、このぐらいで。意外と下でやると勢いがなさすぎました。はい、行きましょう。はい、勢いがなかったです。で左にちょっとブレたので、右ですね、右にブレたのでちょっと右に調整します。はい、それでは3球目いきましょう。はい、じゃ行きましょう。あ、惜しいですね、ちょっと右に行っちゃったね。じゃあこれでいきましょう。この辺の空気を生かして成功を目指していきましょう。この辺が良かったので、この辺でいきましょう。せーの、はい、こちらですね、ボルケニアレストランという場所で、今回中華をね、お昼食べようかなと思いました。ブラックペッパーのポークの冷やし麺、あとはですね、こちらが鶏肉のあんかけかな、多分ね、これね。で、あとはですね、こちらが
デザートの3種セットでドリンクになります。でさらに私はねこちらピーチャードリンクもつけさせてもらいました。混ぜてね、いただくようなドリンクになっておりますので、じゃあいただきます。夏にですねかなりいい合うメニューとなっております。スキ汁がですねこちらエビの出汁となっておりますので、非常にさっぱりと美味しくいただけます。香りもですね食べる前からかなり香ってきているような感じで、非常に美味しそうな感じです。で特大のこのお肉もありますので、お酒にもあるんですが、現在ですねアルコールの提供はないので、そこは我慢してジンジャーエールで飲んでいこうかなと思います。ようこそ皆さん、こちらアブーズバーガルのボールチャレンジテイク2でございます。真ん中はちょっと次は狙って、普通にやります。はい、ボールでいきます。私のせいのナイスで皆さん一緒に転がしてください。じゃあこんな感じで真ん中狙っていきます。せーの、おい、遊び玉ありがとうございます。やった、はい、これ輪っかの色が赤になりました。じゃあ行きます。で当たったらこのミッキーとミニーのフィギュアがもらえるのでやっていきます。はい、ありがとうございます。はい、ミッキーとミニーちゃんがあるミッキーの方でお願いします。はい、お、めちゃかわいいですね。はい、そうですよね、飾り買いが。はい、ありがとうございます。ついにやりました。攻略できました。ですね、真ん中狙いましょう。以上で結構ね左右にブレちゃうことがあるので、まっすぐ転がしてもらうのと、あとはですね真ん中ら辺にちょっとポチッというマークがついてるんですよ。そこのちょっと上ぐらいから流していただくと取れるかなと思います。上すぎても下すぎても強かったり弱かったりするので、そこら辺がちょうどいい感じになっております。皆さんどうぞご参考までに。こんな感じで取れました。いやーよかった、最高。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですねまた次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。